はい、有東クラゲ村でございます。本日はアメッドのマクロポイントの方をご紹介しようと思います。この日は透明度も良くてですね、非常に穏やかでした。こう一面砂地がねずっと広がってるんですが、そこに、リュウグウベラギンポの群れ、こう近づくとピュッと砂の中に逃げちゃったりしますね。こちらクモガニ、体にいろんなものをくっつけて擬態をするカニですね。はい、かわいい、ヒレナガネジリンボウハゼですね。これもね近づくとピュッと砂穴に逃げちゃうんですね。こちらゴミっぽく見えるんですけれども、ゴミのように擬態をして身を守るテンスの幼魚ですね。これもかわいいんです。オニハゼとコトブキテッポウエビの共生、一緒の巣穴に住んでるんですね。はい、コバンザメにくっつかれるサプライズです。これお客さんがよくこうコバンザメを撮ろうとしてこっちにカメラを向けてくるんですけど、コバンザメってねよくね下半身あたりをうろうろするんで、ちょっと撮られる側としては非常にこっぱずかしい感じです。はい、コテングのうちわというちっちゃい海藻にくっついてる草色のウミウシですね。これね体長5ミリないんですよ。こちらも同じ海藻にくっついてます、南青もウミウシ。これ可愛いんですよね。綺麗なんですよね、色合いが。これは体長1センチないぐらいだったと思います。ちょっと色が出てないんですけれども、こちらウサギもウミウシ、先ほどのとはまた違う種類になりますね。ヒラツノモエビ、体長これは2センチぐらいだったと思います。はい、オオウミウマですね。タツノオトシゴの仲間で、これも、擬態をするお魚になります。シマヒメヤマノカミのヨーヨー、綺麗ですね。これは体長1センチぐらいだったと思います。こちらの魚礁にミゾレチョウチョウウオが群れてました。はい、そこにちょこんと乗ってるのがミナミゴンベ。その魚礁の中に海のギャング、ニセゴイシウツボ、これはかなり太かったですね。体長1メーターオーバーで男性の腕ぐらいの太さは普通にありました。ハダカハオコゼ、葉っぱのようにねこう見せて擬態する魚です。これは体長10センチ弱ぐらいだったと思います。コンゴウフグですね。この2本の角がかっこいいですね。これモンガラ同士、ウミヘビです。砂からちょんと顔を出してたんですが、こう見つけたら絶対近づかないようにしてください。こちらトラフジャコです。5、6センチの穴からねちょんと顔を出してたんですよ。こちらの魚礁にはハタタテダイがワンサが群れてました。ニジギンポですね。ちっちゃい穴から顔を出してね、可愛いんですよ。これもメタリックシュリンプゴビーですね。ハゼ好きの方にはね人気の和名のないお魚になります。これもテッポウエビと共生しています。南ハコフグの幼魚、かわいいですね。ニシキフグライゴ、ゴーストパイプフィッシュですね。これも綺麗な魚です。でしょうか。ご興味ございましたら、ぜひ有東クラゲ村までご連絡ください。ありがとうございました。